士の皆さん、こんにちは。この動画では令和4年4月から始まるプラスチック製容器包装の分別収集についてご紹介していきたいと思います。皆さん、プラスチック製容器包装って言葉を聞いたことはありますか？普段の生活ではあまり聞かない言葉ですね。プラスチック製容器包装とはペットボトル以外の食品などの商品の容器や包装で、中身の商品を取り出した後不要となるプラスチックを言います。具体的には家庭から出るお菓子やレジ袋などの袋、卵や豆腐などのパック、カップ麺やプリンの容器などのカップ、洗剤やシャンプーなどのボトルなどがこれに該当します。いろいろな種類がありますね。分別はかなり難しいのではないですか？大丈夫です。プラスチック製容器包装にはこのようなプラマークがついていますよ。そして有志では令和4年4月からこのプラマークを目印にこれを分別しリサイクルすることになりました。なるほど。このプラマークを目印に分別すれば簡単そうですね。プラスチック製容器包装は難しい名前なので、私はプラマークって覚えておこうかな。それもいいかもしれませんね。ところで、どうしてプラスチック製容器包装を分別することになったんですか？はい、その理由は3つあります。1つ目はゴミの焼却量を削減するためです。岐阜市では家庭から出る普通ゴミとして焼却されているプラスチック製容器包装は年間約3000トンと推計されており、これを分別リサイクルすることでゴミ焼却施設への負担の軽減など安定したゴミ処理サービスの提供が可能となります。2つ目は環境負荷を抑制するためです。プラスチック製容器包装を分別してリサイクルすると焼却のためのエネルギーを軽減できたり、二酸化炭素の排出量も削減できます。そして3つ目はゴミの原料に対する市民の皆様の意識の向上です。プラスチック製容器包装は普通ゴミ全体の約 30% を占めていますので、分別すると家庭から出されるゴミの量が3分の2ぐらい小さくなります。目に見えてゴミ袋が小さくなることから、さらなるゴミ減量の意識を高めるきっかけとなり、さらには紙ゴミの分別や生ゴミの削減にも取り組んでいけるのではないかと考えています。さらにゴミ集積場所のスペースも小さくなり、ネットをかぶせる際の手間も軽くなります。プラスチック製容器包装を分別するといろいろといいことがあるんですね。ではどうやってプラスチック製容器包装を分別して排出するのか教えてください。はい、有志では今までプラスチック製容器包装は普通ゴミとして排出していましたね。しかし令和4年4月からは次の3ステップで排出していただきます。はじめにプラマークを確認し、汚れたものは水でさっと洗う、または簡単に拭き取る、次に水気を切る、そして最後にきれいになったら袋に入れ、週1回普通ゴミや瓶、缶、ペットボトルを出しているゴミステーションに出してください。ゴミに出す曜日は地域によって違いますが、普通ゴミを出す人は別の日になりますので注意してください。わかりました。それではプラスチック製容器包装をどれぐらいきれいにすればいいか教えてください。プラスチック製容器包装と一言で言っても種類はたくさんありますよね。はい、では形状別に汚れの落とし方をお知らせします。まずわさびなどの調味料や歯磨き粉などに使われるチューブ類です。これらは一見きれいなようでも口元が汚れている場合があります。またマヨネーズなどの透明な容器を見てもらうと分かるように、このように容器の中全体に汚れが残りやすいという特徴もあります。そこで3つのステップ。はじめに食器洗いなどで残った水でこのようにゆすぐようにして洗いましょう。次に水気を切ったら中がきれいになっているか、口元などに汚れが残っていないかを確認してください。次はシャンプーや食器用洗剤、調味料などでおなじみのボトル類です。これらの容器は使い切ったつもりでも、な
中身が残ったままの状態になりがちです。シャンプーのボトルなどはこの通り、ボトルの中のノズル部分に汚れが残っていたり、中身も結構残ってしまいますよね。そこで3つのステップ。はじめにポンプ部分を取り外して、ポンプと中をさっとゆすぎましょう。次に軽く乾かしてから、汚れが落ちていたらリサイクル。チューブ類やボトル類は中が見えないため、汚れの具合がわからないものも多くあります。キャップを外して中を確認してから出しましょう。次はお菓子などによく使われる袋類です。特に汚れていないように見えても中に食べかすが残っている場合があります。袋類は逆さにしてよく振り、中身をすべて出しましょう。次はラーメンなどのカップ類と弁当の容器や肉や魚などに使われるトレー類です。カップ麺やトレー類などの場合は食べ残しや油汚れが残りやすく、そのままだとベタつきも残りがちです。そこで3つのステップ。食器洗いなどの残った水で内側の部分を軽く洗ってください。そして水気を切り、汚れが落ちていたらリサイクル。また最近カップ麺などの容器は紙でできたものが増えているんです。紙の容器にプラマークがついていても外側の外装フィルムを挿している場合があるので注意してください。なお、値札シールなどはリサイクルの過程で取り去ることができるので無理に剥がす必要はありません。次はシャンプーなどの詰め替え用容器やレトルト食品のパックです。中身を出し切らずに残ったままになっていたり、口元に汚れがついている場合があります。きちんと中身を絞り出せば口元を洗うだけで大丈夫です。またレトルト食品のパックは簡単に中をゆすいでから出してください。次は弁当などに入っている醤油やからしなどの調味料の小袋類です。これもなかなか中身のすべてを出し切れないもの、汚れたままの状態になりがちです。最後に海苔やリップクリームなどのスティック状容器です。液体だけが汚れではありません。これらの固形物も残っていれば汚れとなります。いろいろな容器の汚れをチェックしてきましたが、一番大切なことは使い切ることです。きれいに使ってあれば水を使う量も減らすことができます。汚れが落ちないと思ったらリサイクルに出さないということも大事な判断です。ここで改めて分別排出のポイントを整理してみましょう。はじめにプラマークを確認し、汚れたものは水でさっと洗う、または簡単に拭き取る、次に水気を切る、そして最後にきれいになったら袋に入れ、週1回普通ゴミや瓶缶ペットボトルを出しているゴミステーションに出す。分別についてはこれでバッチリですね。皆さんいかがでしたか？プラスチック製容器包装の分別のポイントはお分かりいただけましたか？プラスチック製容器包装は分別をきちんとすることでリサイクルが可能な資源に生まれ変わります。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。ここで一つ疑問なのですが、おもちゃやバケツ、タッパーなどのプラスチック製品はどうなるのでしょうか？これらはプラスチックで作られているものが多くあり、同じ素材ならリサイクルできるのではないでしょうか？岐阜市で令和4年4月から始める分別収集では対象外となります。プラスチック製容器包装は容器包装リサイクル法という法律に基づき、プラスチック製容器包装を作っている事業者や商品を売っている事業者がリサイクル費用を負担し、資源化ルートが確立されています。一方、おもちゃなどのプラスチック製品はまだ資源化ルートが確立されていませんので、今回の分別収集はプラマークがついたものに限定しています。プラスチック製品は対象外なのですね。よくわかりました。それでは私たちが排出したプラスチック製容器包装はどうなるのでしょうか？皆さんがゴミステーションに出したプラスチック製容器包装は収集車で集めて岐阜市リサイクルセンターに運ばれます。
ここで人の手によって異物などを取り除き、機械を使って1メートル四方の塊にしてリサイクル事業者に渡します。最終的にプラスチック製容器包装は公園の樹木やベンチ、買い物かごや植木鉢といった多様な製品にリサイクルされています。公園の樹木って木のように見えるプラスチックの柵みたいなものですね。見たことあります。燃やしてしまうとそれまでですが、分別してリサイクルすることでいろいろなものに生まれ変わるんですね。素晴らしいですね。ところで市民の皆さんに気をつけていただきたいことがあるんですね。それは何ですか？はい、危険物についてです。カミソリやカッターの刃、ハサミなどの刃物類はゴミの分別作業をする人の怪我の原因になります。それからライターや小型充電式電池、スプレー缶などは発火する可能性があります。こうした危険物とともに最近在宅医療に伴い増えているのが注射器や点滴チューブなどで排出されることが多くなっています。これらは絶対に排出しないでくださいね。あともう一つ、この中に何が入っているか分かりますか？分別収集された袋の中にさらに20、30にこうした小袋が入っていると、中に何が入っているか確認するために一つ一つ開封してチェックするのが大変です。ゴミを出すときには収集袋の中に小袋をできるだけ入れないでください。最後に皆さん、このような川や海を見たことありますか？これは不法投棄やポイ捨てされたゴミが用水路を通じて川へ、そして海へと流れ着いた様子です。このまま何もしなければ、今から約30年後の2050年には海のプラスチックゴミは魚の量より多くなると言われており、世界的に深刻な問題となっています。またプラスチックを餌と間違えて食べた魚を私たち人間が食べてしまうこともあります。しかしプラスチックは決して悪いものではありません。携帯電話や冷蔵庫、マスクにおむつなど、あらゆるものにプラスチックは使われており、私たちの生活を豊かに便利にしています。プラスチック製容器包装を分別することは手間も増え大変かもしれません。しかしプラスチックと賢く付き合い、今の私たちの生活が少しでも長く続くよう、また今の美しい地球が未来に残せるよう、令和4年4月から開始するプラスチック製容器包装の分別収集にぜひご協力をお願いいたします。詳しくは岐阜市環境部環境一課不法投棄対策係までお問い合わせください。